回舞台キャンフレが久しぶりに、こうやって皆さんにお届けできるということで、そんなね大切な公演に関わらせていただけることがとても、嬉しく思います。前作拝見したんですが、すごく心温まる素敵なお話だったので、皆さんにさらにさらに温まるようなストーリーをお届けできるように一生懸命頑張ってまいりたいと思います。皆さん劇場でお待ちしております。